真実が知りたければ事実を尋ね。阿佐ヶ谷と五反田の2か所で2人の男が死んだ。どちらも生産化合物による中毒死な。阿佐ヶ谷の被害者は確か身長59歳会社に心臓病毒死生産化合物のカプセル混入された。一方分かったの被害者は生産化合物でもらえたホットドッグによる中毒死が使用されたヤツの先生に完全に一致した。どういったわけだろう。二つの事件には他にも共通点があってな。死体のそばにあるものが書いてある。あるものだ。ちょっともう一回言ってくれ。あるものトランプのキングだ。ということは真実を話していただけるということでよろしいですか。あなたは何か大きな秘密を隠し持っている。そしてそれを墓まで持っていこうと考えている。だがもし認知症にでもなって誰かにその秘密を話してしまったら。真相を隠すため近所をぐる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 回ってただけですよ。
事件は終わった。いや。